極真空手は武道である。生と死を一瞬の攻防にかけ、一撃必殺の技を追い求めるところにこそ精神を昇華させる哲学が存在する。それが伝説の武人大山増達が主張し続けてきた極真空手の魂なのである。城西支部の稽古法はこの武道精神を遵守しながらも、新しい時代の極真空手に対応すべく試合に勝つためのテクニックを追求したものである。倒す空手を体現するための普段の努力の集積が今も城西支部の技術の中に生きているのである。勝利への基本法則となるベーシックテクニックの次の段階として、より合理的で立体的なスパーリングテクニックをマスターしていかなければならない。いかにして相手を崩すか、打たれずして打つ秘訣は何か。このビデオではそのための方法論とテクニックを紹介していく。受け返しの基本は何よりも相手の攻撃を確実にカットするところにある。相手の攻撃を確実にカットしたならば、理にかなったさばき技によって相手の体勢を最大限崩す。そしてノーガード状態になった相手の隙に素早く正確な反撃を加える。このように防御と反撃が一体になった技術を受け返しと呼ぶのである。胸元、肩口、水月などを狙って飛んでくるストレート系のパンチに対し、最も効果的なディフェンスはカッティングと言われる技術である。カッティングは飛んでくるパンチを最短距離で打ち落とす技術である。拳の外側で相手のパンチの手首を弾くようにカットする。相手の攻撃を確実にカットし素早く反撃に移る。受け返しの練習を行う際、反撃は3連打から4連打程度をコンビネーション的に打つことを心がけ、それを習慣化しておく必要がある。相手のワンツーを確実にカットして下突き連打から右下段回し蹴りで決める。つなぎを早くする。相手のワンツーをカットし右ストレートから左ミドルキックを2連打する。一発目の蹴りは素早く出し、二発目の蹴りに体重を乗せて確実に決める。リーディングとは、相手の体や腕、足などを誘い込むという意味である。相手のパンチを受け、間髪を入れずにもう一方の腕でリーディングする。相手の体勢を崩し、次の攻撃を殺しておいて反撃につなげるという高度なテクニックである。リーディングを成功させるためには相手の肘を制する必要がある。外受けで相手の前腕を内側に弾き、リーディングで肘を制する。相手のパンチを正確に受け、体勢を大きく崩すことが最大のポイントである。リーディングで相手の体勢を崩してから素早くスイッチして左膝をボディに突き刺す。相手の体勢を蹴りやすい位置に崩すことがポイント。相手の体勢を崩したらスイッチして下段回し蹴りを放ち、さらに蹴り足を戻すと同時に上段回し蹴りを繰り出す。リーディングによっていかに相手を崩すか、それが成功のためのポイントである。フォームは基本的にストレートに対するカッティングとほぼ同じである。拳で相手のパンチを素早く落とし素早く戻す。
相手がボディアッパーを打ってくる距離は一般的に接近した場合である。相手はパンチをカットされてもさらに連打で攻めてくる可能性が高い。そのため受けると同時に自分の攻撃間合いを作ることが大切である。パンチをカットしながら前足を下げてサウスポーの姿勢になる。受けたら即座に右ストレートを返し左下段回し蹴りにつなげる。ボディを狙い横から飛んでくるフックに対し拳を構えた位置からそのまま斜め下に打ち下ろす。内から外へ肘を解放しながら素早くそして力強くパンチをスイーピングする技術である。手首の外側で相手の前腕を引っ掛けそのまま外に打ち払う。スイーピングによって相手のパンチを外に払うことで相手の上体を正面に開いてノーガードの状態にすることができる。この一瞬を利用して反撃を有利なペースで行うことが重要なポイントである。パンチを外側に打ち払い胸元にストレート連打を叩き込む。スピーディーな動作が求められる反撃技である。相手の意識を胸に集め下段回し蹴りをスムーズに出すことで大きなダメージを与えることが可能になる。肩口を狙って打ってくるフックに対する受けである。顔面をカバーする構えをした状態からそのまま肘を外に開く。この時拳を下げてはいけない。パンチを外に弾くように受け相手の上半身の正面をノーガード状態にする。その一瞬の隙を確実について正面から反撃、相手の意識の及ばない部位を攻めることにある。最小限のモーションで確実に受けパンチから蹴りへと続く素早いコンビネーションで返す。スイッチすることで相手の意識を幻惑することができる。スローイングパンチは顔面ガードを越え上から下に弧を描きながら飛んでくるため最も受けにくいパンチといえる。間合いの変化によって対処する方法もあるがまずは基本的なカッティングをマスターすることが大切である。構えた状態から相手のパンチの軌跡に合わせ上からかぶせるように手を上げてカッティングする。相手の拳を手前に導くようにして上から落とす要領で行う。上から下にカットすることで相手の状態は下に崩れる。右の中段回し蹴りをスピーディーに放ち相手の意識をボディに向ける。続けざまに右下段回し蹴りを蹴ることで相手の意表をついた効果的な反撃となる。相手の攻撃を受け流す技術をパリーという。前蹴りは確実にさばくことで相手の体勢を大きく崩すことが容易である。相手の右前蹴りに対しては右手で左前蹴りに対しては左手でさばくのが原則である。受ける手の手頭側で蹴り足を引っ掛けるように受けることがポイントだ。最も基本的な受け返しのパターンである。前蹴りを受ける際次の攻撃がしやすい位置に敵の蹴り足をリードすることがスムーズな反撃につなぐためのポイントとなる。ここでは相手の蹴り足を手前に落とすことで下段回し蹴りの反撃を容易にしている。相手の蹴り足をサイドに落とすことでパンチの反撃が死角から伸びることになる。特にサイドから伸びてくるフックは受けにくく相手を幻惑するのに大きな効果がある。上段回し蹴りのディフェンスはこの他にもいくつかの種類があるがここで紹介する技術が最も基本であり実戦での応用範囲も広い。相手の蹴りを受け
さらに蹴り足を手前に落とすことで蹴りによる素早い反撃が可能になる。相手の蹴り足をサイドに引き込むように受けることで相手の死角に回り込むことができる。この時蹴り足をあまり深く引き込みすぎると相手の後ろ蹴りなどによって反撃されてしまう危険性がある。蹴りを肘でロックするようにガードする。同時に反対側の手でガードをフォローする。蹴りをしっかりと受けると同時にフォローした手で相手の蹴り足を引っ掛けてリードするのである。相手の蹴り足を自分の正面に落とす。相手が体勢を整える直前に反撃の体勢に入り、蹴りを相手の蹴り足が着地した瞬間に蹴る。左右に蹴り分けることで相手の隙をつき、2発目の左下段蹴りで決めるのがこの連携技術である。相手の蹴り足を自分の左サイドに引き落とす。これによってパンチのための効果的な間合いが生まれる。右フックで相手の意識をボディに向け、トリッキーな後ろ回し蹴りによって上段を狙う。中段回し蹴りのディフェンスは基本的にすねでブロックするのが原則である。すね受けと同時に上段へのブロックを行うことで相手のフェイントを用いた攻撃にも対処できる鉄壁の防御となる。受けるときに肘と膝の間に隙間ができないようにすることがポイントである。また上体を前傾させず重心を安定させて受けることは言うまでもない。反対側の手で顔面ガードのフォローをすることも決して忘れてはならない。前に出ながらブロックすることで相手の体勢を崩すことが可能になる。つまり相手を後ろに押し返すように受けることで効果的な反撃につなげることができるのである。相手の体勢が崩れたらスピーディーに反撃する。下段回し蹴りに対する主なディフェンスはスネブロックである。相手の蹴りの軌跡にタイミングを合わせて膝を上げる。受ける瞬間の軸足の安定感が大切である。相手の蹴りに自分の膝をぶつけるような感じで膝を上げる。相手の突進力に押されないように心持ち前傾させ軸足に余裕を持たせることがポイントである。また不必要に膝を高く上げすぎてはいけない。相手の蹴りに対して無意識に一瞬で反応できるようになることが大切である。そのためにも徹底的に各動作を体に覚え込ませる努力を惜しんではならない。下段回し蹴りに対する反応力を高めるために城西支部では受け返しのシャドーコンビネーションをマニュアル化している。ここで紹介している動きは一例に過ぎないが、これを繰り返すことで無意識に体が反応できるようになる。前足外側への下段回し蹴りをスネブロックし、反対側の右足で相手の前足外側に下段回し蹴りを返す。前足内側への下段回し蹴りをスネブロックし、反対側の右足で相手の前足外側に下段回し蹴りを返す。後ろ足内側への下段回し蹴りをスネブロックし、反対側の左足で相手の後ろ足外側に下段回し蹴りを返す。後ろ足外側への下段回し蹴りをスネブロックし、反対側の左足で相手の後ろ足外側に下段回し蹴りを返す。ここから紹介する受け返しはブロックした足で反撃するテクニックである。スピーディーな動作が成功の秘訣である。前足外側へ飛んでくる下段回し蹴りをスネブロックし、すぐに右下段回し蹴りを返してボディアッパーの連打へとつなげる。基本的な受け返しであるが、タイミングのつかみ方が成功のポイントである。
前足内側へ飛んでくる下段回し蹴りをスネブロックし、受けた左足で相手の前足内側へ蹴り返す。相手がバランスを崩し動きが止まったところにすかさず右中段回し蹴りを叩き込む。相手の意識の空白をつけば大きなダメージにつながる。後ろ足内側への下段回し蹴りをスネブロックして、反対側の左足で下段回し蹴りを返す。素早い反撃によって相手は防御の体勢を取れず、意外なダメージを与えることができる。いわゆるカウンター攻撃である。後ろ足外側へ飛んでくる下段回し蹴りをスネブロックすると同時に、相手の水月へ左のボディアッパーを合わせるように返す。手によるブロックだけで強力な破壊力を持つ膝蹴りを確実に受けることは困難である。ブロックすると同時に蹴りを受け流すことで相手の次の攻撃を封じることができる。基本稽古の外受けと同じ要領で膝蹴りを受ける。受ける部位は肘の内側である。蹴りにタイミングを合わせることにより、小さな力でも確実に受けることができる。肘で相手の膝をコントロールしガーディングすることで、相手の体勢を崩すことがポイントである。これによって相手の連続攻撃を遮断できると同時に、素早い反撃が可能になる。かかと落としは四角から蹴り足が上がり、一瞬で頭上から飛んでくるケースが多い。そのためステップして蹴りをかわす暇がない場合も少なくない。こんな時に効果的な防御がガーディングである。かかと落としは上から急角度に降下してくる。半身の体勢で腕を真上に伸ばすことで蹴りのインパクトを減じることができる。相手のかかと落としをガーディングし、右の下段回し蹴りを返すと同時に素早く左かかと落としにつなげる。相手は一瞬かかと落としの軌跡を見失い、防御のタイミングが遅れやすい。その意味で効果的な連携技である。外回しかかと落としの受けも基本的に内回しかかと落としのガーディングと同じである。相手の蹴り足が最高点に達した瞬間に、相手に対して半身に構えた状態から腕を上げる。ガードした腕で相手の蹴り足をサイドに導き、反撃体勢に入る。相手の蹴り足が着地した瞬間が反撃の蹴りの絶好のタイミングとなる。コンビネーションブローとは、複合的な連続技によって先手攻撃を仕掛け、相手に大きなダメージを与える技術のことを言う。相手の隙をついた攻撃が倒すための必要条件であることは当然である。そして相手に隙を作らせるためには、相手の動きを崩すことが最も大切なポイントになる。そのための技術がコンビネーションブローなのである。相手を崩し隙を作って決めるためには、相手の意識の空白を攻めることが求められる。攻撃を上、中、下、または左右に散らすことで相手を幻惑することができる。また技に強弱をつけることも重要なポイントである。全ての技を同じ強さで繰り出すのではなく、フェイントやつなぎ技、決め技といった攻撃の目的をしっかり区別することが大切である。またつなぎ技はよりスピーディーに、決め技はより強力に出すように心がける必要がある。つまりリズムのある攻撃がコンビネーションブローのための重要な鍵と言っていいだろう。
チ。一言にコンビネーションといっても、離れた間合いで有効なコンビネーションと接近戦で効果的なコンビネーションはおのずと違ってくるのは当然である。今出している技は一体どんな距離で相手に対してどんな角度から飛んでいるのか、常に具体的なイメージを描きながら動くことが求められる。上級者が行うコンビネーションにはそれぞれの個性が反映されているのは言うまでもない。しかし初心者の場合はあくまでも正しいフォームで正確な技を安定した体勢で繰り出すことを最重要視することを忘れてはならない。そのためにも最初はゆっくりと鏡などで自分の動きを確認しながら行うことを勧める。シャドウトレーニングは移動稽古や受け返し、コンビネーションの練習で身につけた技を一人で自由に動きながら確認する練習である。相手を想定していくつかの組手の局面を頭の中で描きながら行う。スピードやパワーよりも正確さを重視し、攻防一体となった動きをイメージの中で組み立てていくことが理想である。初心者の場合、シャドウというと攻撃ばかりに頭がいってしまう傾向が強い。しかし相手を想定して行う以上、相手の攻撃をしっかり受けて返すというように、ディフェンスの動作も行うように注意しなければならない。その意味でシャドウトレーニングとコンビネーションブローは全く異なる練習法なのである。上級者が行うシャドウはまさに芸術と言っていいほど流麗であり、一切の無駄がない。それぞれの個性が一挙手一投足に反映されるが、研ぎ澄まされた防御技と攻撃のタイミングは極めて合理的かつ立体的である。
しょ。よし。スパーリングは攻撃と防御のタイミングや間合いの作り方、空手としての正しい形を身につけるための練習である。試合や組手とは異なり、あくまでも技を作るために行うのがスパーリングである以上、決して力んではいけない。熱くなったり興奮したり、相手を倒そうと意識することは絶対に避けなければいけない。スパーリングを行う際、基本的に自分の技を相手に当てないつもりで動くことが大切である。これは決して寸止めで行うということではないが、意識の持ち方として倒そうとして当ててはならないということである。互いに技をコントロールしながら、しかしよりスピーディーに繰り出すことが大切なのである。サンドバッグトレーニングには、その目的に合わせて3種類のトレーニング法がある。フォームの習得、パワーアップ、そしてスタミナ養成である。それぞれの技を正確に繰り出す、フォームを習得するためのトレーニングである。構えた姿勢から一歩踏み込み、自然にパンチを伸ばす。左パンチから右パンチへのモーションをスムーズに行うことがポイントである。肩の力を抜いて狙った位置を正確に叩く。打ったら即座に元の構えに戻ることを忘れてはならない。構えた姿勢から飛び込んでスイング気味にボディアッパーを突き上げる。体軸を中心にして反対側の腕の反動を使って打つ。顔面ガードを常に意識しておくことが大切である。フックのポイントは腰の回転と打つ瞬間の肘のひねりである。空手は素手で叩く。したがって叩くときに正確に拳頭を当てなければならない。さらに打つ瞬間、一方の手で顔面ガードをすることを忘れてはならない。一歩踏み込みながら上から下へ弧を描くように拳を振り下ろす。
全身のバネを効かし大きく振りかぶって打つ。打つ瞬間全体重を拳にかけねじ込むように打つ。一瞬の呼吸で素早く打つことが大切である。腰の回転を最大限利用し膝のスナップで素早く蹴る。インパクトの直前まで膝に力をため、膝を解放すると同時に軸足を返して蓄えた力を爆発させる。膝をまっすぐ上に抱え込み、膝を解放させながら腰を突き出して蹴りに体重を乗せる。中足を鋭く押し込むように蹴る。後ろから前への体重移動によって蹴り足に体重を乗せることがポイントである。軸足となる左足を内側に移動させ同時に上体を回転させる。蹴り足の膝をインパクト前まで抱え込み、腰の押し出しと膝のスプリングで力強く蹴り込む。初心者の場合、正確に目標を捉えることが何よりも重要である。軸足を返しながら腰の回転で膝を抱え込む。抱え込んだ膝で蹴り足をリードし、腰のためによってパワーを蓄積させる。さらに膝の解放と軸足の返しによって蹴りに加速度をつけることでよりパワフルな蹴りとなる。構えた姿勢から反動をつけずにそのまま蹴り込む。蹴り足の膝を外から内に回しながら高く抱え込む。腰の回転と重心移動によって蹴り足に体重を乗せ、軸足を返しながら膝を解放し足首のスナップで蹴る。スピードが何よりも求められるのが上段回し蹴りである。インパクトまでは膝を伸ばしたままで、蹴る直前に膝を抱え込みながらかかとでフックするように蹴る。軸足、腰、そして上体の回転を最大限に生かし、膝の抱え込みを効かせて蹴ることがポイントである。蹴り足を内回し蹴りの要領で回転させ、最高点に達したら一挙に真下に蹴落とす。インパクトの瞬間、軸足のスプリングを効かせて床を強く踏み込むことでよりパワフルな蹴りになる。まっすぐに膝を蹴り上げ、同時に腰を前に突き出すように体重を乗せて蹴る。インパクトの瞬間に軸足を返す。これによって蹴りの破壊力が飛躍的に増す。これはコンビネーションの正しいフォームとタイミング、リズムを学ぶための練習である。基本にのっとり正しいフォームで行うことが何よりも重要である。フォームがしっかり身につき、バランスやタイミングもマスターしたら、それぞれの技にリズムと強弱をつけ、実践の感覚で蹴ってみる。大切なことは、決め技をしっかり認識して叩くことである。ランニングなどで身につけた持久力を空手の動きの中で生かすためのトレーニングである。時間を決めていくつかの種類の技を目いっぱい出し続ける。常に実践をイメージして技を出すことが大切である。
ックミットはパートナーが持ってくれるため、より複雑で多面的な効果が期待できる。つまりより実践に近づいた状態で練習できる点がキックミットトレーニングの利点なのである。まずは決められた技を一本一本丁寧に蹴る。これにより正しいフォームを習得することができる。パートナーにフォームをチェックしてもらえば、さらに効果は上がるだろう。クミットだけでなく、ボディや足にプロテクターをつけた相手に向かって技を繰り出す。これによってさらに実戦に近づいた立体的な技術を習得することができる。相手が適宜に反撃のモーションをすることで動きに緊張感が生まれる。生きた間合い、タイミングをマスターできるのがこのような練習の特徴である。パートナーが誘導する技を指示されたターゲットに繰り出す。決められた時間いっぱい、休むことなく渾身の力で技を繰り出す。これによって実戦で通用するスタミナが養われるのである。ルールを最大限に利用して試合に勝つことよりも、あくまで相手を倒すことを主眼にした空手。これが武道空手の精神であり、極真城西支部が目指してきた姿である。伝統的な稽古法を尊重しながらも、多くの実戦を経験する中で自らの短所を克服していく。大切なことは日々研鑽。それが最強への王道なのである。
大山増達が世に問うた史上最強の格闘技、極真空手。その極真空手の中にあって、上昇軍団として圧倒的な存在力を誇示し続けてきた集団がある。それが城西支部、現在の城西神奈川地区本部である。チャンピオン製造工場と異名を取る城西支部だからこそ、そこで培われてきた組手技術は常に極真空手の最先端を歩んできた。極真空手の魂ともいえる倒すテクニック、向かい来る敵を完膚なきまでに叩きのめす実戦空手の境地、そんな極真城西支部の組手技術のエッセンスが今ここに明らかになる。全ての技には法則がある。その法則を徹底的にマスターすることが最強への近道となるのだ。ここで紹介するベーシックテクニックは、最強の極真空手を極める上で欠かすことのできない法則そのものなのである。フットワークを駆使したコンビネーション主体の組手はこのライトスタンスによって生まれる。前後そして左右の足幅は基本的に肩幅、両足に均等に体重をかけることによって縦横無尽な動きが可能になる。相手に対して常に半身に構えることが大切である。前後のステップは最も基本的なフットワークである。前方へのステップは前足から、後方へのステップは後ろ足から踏み込むのが原則である。反動をつけず頭が上下に揺れないように床すれすれの高さで素早くステップすることが肝要である。ステップを使って先手攻撃をする場合、絶対に忘れてはならないポイントは自分の動きを相手に悟られないことである。相手の蹴りをバックステップでかわし、相手が体勢を立て直す前にインステップして右下段回し蹴りを蹴り込む。一瞬のタイミングを読むことが成功の鍵となる。立体的で縦横無尽な組手はサイドステップをマスターすることで可能になる。前後のステップ同様、反動を使わずスムーズに動く。必要最小限の動きに徹することが何よりも重要である。サイドステップを行う際、不必要に頭を振ったり大きくジャンプすることは厳禁である。動きを相手に悟られず、常に自分と相手との位置関係を把握しながら動くことがステップの最大の理想である。受け返しが一挙動で行えるという意味で極めて攻撃的な動きがサイドステップなのである。斜め方向へのステップは基本的にサイドステップの応用である。左前方へのステップは前後の足を入れ替えず送り足で行う。右前方へのステップは踏み込み足によって前後の足を入れ替えながら行うことが原則である。それにより相手に対して正面から対峙することができるのである。相手の隙をつくことは言うまでもない。一瞬のタイミングを読み、後ろ足を右斜め前方にポジショニングすることで相手の死角をつき攻撃する。敵の攻撃を受け流すと同時に素早く右前方へ踏み込み技を返す。この時自分の出す技が確実に相手に届くようなポジションに正確にステップすることが重要である。ロングの間合いとは共に相手の出方を伺っている状態である。ミドルの間合いはちょっとしたステップによってあらゆる攻撃が可能になる距離である。ショートの間合いは主にストレート系のパンチが有効となる距離である。相手に密着した間合いを超ショートの間合いと呼ぶ。遠い距離から一瞬で接近戦に持ち込むためには出方を正確に読みタイミングを見失わないことが肝要である。
超ショートの間合いでの打ち合いから素早くバックステップし、大きく間合いを取った後、鋭い前蹴りを繰り出す。左ジャブは牽制、フェイントを目的として打つパンチである。スピーディーに、そして体勢を崩さずに打つことがポイントである。ついたら即座に元の位置に拳を戻すことを忘れてはならない。構えた位置から腕を自然に伸ばし、自然に戻すことがポイントである。ジャブを打った瞬間、前足のつま先をあまり内側に絞り込んではいけない。絞りすぎると次の技への連携が遅くなってしまうからである。次の攻撃をスムーズに出すためのつなぎ技として左ジャブを放つ。コンビネーションの一環としていかに使うかがポイントとなる。相手にダメージを与える目的で繰り出す左ストレートである。インパクトの瞬間、前足のつま先を絞りながら肩を大きく入れることが大切である。強力な左ストレートを打つことにより、相手の動きを一瞬止め、相手の意識をパンチに向けさせることができる。こうして次の技に効果的につなげることができる。ストッピングとは、相手が攻撃してくるところをインパクトの直前で止める技術を言う。相手の腰が回転し始めてからパンチを打っても、相手の攻撃を止めることは困難になる。相手が体重移動に入った瞬間にパンチを出す。これがストッピングを成功させるための重要なポイントである。そのためにもスパーリングの中でタイミングをマスターすることが求められる。右ストレートは組手で最も多く使われるパンチである。拳を軽く握り、腰の回転を利用して腕を自然に伸ばす。インパクトの瞬間、後ろ足のつま先で床をキックし、肘を返す。手首をひねり、拳を内側にひねり込みながら体中のバネを全開させる。これがパワフルなストレートを放つポイントである。基本となるターゲットは相手の胸板または鎖骨である。スピーディーにかつ正確に打つことは言うまでもない。組手や試合の中では右ストレートもつなぎ技として用いられることが多い。しかし右ストレートは左ジャブと異なり、確実に相手にダメージを与えることができる。縦拳のパンチはスピード重視の攻撃を可能にする。目標を明確にし最短距離で打つ、つまりピンポイント攻撃のために最大の効果を発揮するのが縦拳ストレートなのである。脇を締めてよりスピーディーに打てるのが縦拳の特徴である。小さな動きの中で相手の手をついた攻撃がこれによって可能になる。縦拳の長所をしっかりと認識してコンビネーションに組み込めば、攻撃の幅がより広くなる。避けなければならない点は、ただ漫然とパンチを放つことである。相手の右の蹴りに合わせ、一瞬早く自分のパンチをヒットさせ、それによって多大なるダメージを相手に与える技術がカウンターパンチである。相手の腰が回転した後でパンチを出してもカウンターとしての役目を果たせない。カウンターパンチから後ろ蹴りへの連携である。パンチによって相手の動きを確実に制し、素早く決め技につなげる。右ストレートで相手のボディ、
特に水月、つまり溝落ちを打つ技術である。パンチを繰り出す瞬間腰を落とし、月が目標に向かって垂直に当たるように打つことが重要なポイントである。低い体勢で繰り出すパンチだからこそ、左手で顔面をガードすることを絶対に忘れてはならない。そしてインパクト直後、素早く体勢を立て直し、相手が反撃する間合いを外すことが大切である。相手の意表をついて繰り出すボディーブローは意外なダメージを相手に与えることができる。重要なことは次の攻撃にいかにスムーズにつなげるかである。相手の水月や脇腹などを打つボディアッパーは極めて破壊力のあるパンチである。パンチを放つ瞬間、右の後ろ足から左前足に体重を移動させ、同時に腰を下から上にローリングさせる。その時の膝のバネが重要なポイントになる。ボディアッパーを打つ時、顔面がガラ空きになる危険性が高い。したがって他方の手による顔面ガードは最低限の常識と言ってもいいだろう。相手に正対した場合、一般的なターゲットポイントは水月になる。パンチは下から直線的に小さなモーションで打つ。相手と接近した間合いの場合、フック気味に打つケースが多い。拳を縦にして斜め上に相手の脇腹を狙うと効果的である。相手のボディアッパーをカットして連打で返す。スピーディーに畳み込むように打つことが相手にダメージを与える鍵である。右ボディアッパーは脇を締めて真下から突き出す打ち方が基本である。パンチを打つとき、後ろ足から前足に体重を移動させ、同時に腰を左回転させる。そしてパンチが目標に当たる瞬間、膝のバネを効かせて腰を前方に突き出す。重心移動と腰の回転を利用して拳を体ごと相手にぶつけるように打つ。インパクトの瞬間、右後ろ足つま先で床をキックすることで破壊力が増大する。敵の右下段回し蹴りに右ボディアッパーを合わせ、素早く左ボディアッパーから右の下段回し蹴りにつなぐ。この場合、相手の蹴りをもろにもらわないことがコンビネーションを成功させるための原則となる。左フックは拳で鍵型に引っ掛ける要領で打つのが基本である。腰のためと膝のバネ、そして打つ瞬間の肘のひねりがポイントとなる。当たる瞬間に左足のかかとを外に返す。同時に腰の回転を最大限利用することで爆発的なパワーが生まれる。また空手はボクシングと違って素手で打つため、正しい角度で打たないと拳を痛めてしまう。その点を十分に注意しなければならない。ターゲットの変化は肘の角度によって調整するのが原則である。近い間合いで相手の水月を狙う場合、肘の角度を小さく取って短い射程で鋭く打つ。相手の脇腹を狙う場合、相手のガードを超えるため肘の角度を大きく開いて打つ。相手のガードが硬い場合は、そのガードの上から肩口や上腕を叩き、ガードを下げさせるのも効果的である。相手が放つ左下段回し蹴りに左フックをカウンターで合わせる。相手のボディにダメージを与えておいて、すかさずパンチから左膝蹴りにつなげる。一瞬のタイミングを見誤らないことがポイントである。右フックのポイントは腰を前方に出しながら左回転させる点にある。パンチが当たる直前に右肘を内側にひねり、目標を引っ掛けるように打つ。素手でフックを打つ際に最も大切なことは、拳頭を目標に対して垂直に当てるという点である。前蹴りをさばき、相手の体勢が崩れたところをフックで打つ。これによって相手に与えるダメージは倍増する。スローイングパンチの軌跡は野球のオーバースローに共通している。全身のバネを効かし、大きく振りかぶるように打つのが右スローイングパンチの基本的なテクニックである。肩の回転を利用し、
撃つ瞬間全体重を拳にかけねじ込むように撃つ。右スローイングパンチのターゲットポイントは喉元、鎖骨、肩口、胸元などである。弧を描いてパンチが伸びるため相手のガードの上から撃つことが可能になる。相手の右の蹴りに合わせてスローイングパンチを相手の胸元に打ち込む。相手の意識が上に集まった隙をついて左下段回し蹴りにつなげる。蹴る瞬間、構えた状態から無駄なモーションをつけてはいけない。蹴り足の膝を外から内に回しながら高く抱え込み、腰の回転と後ろから前への重心移動によって蹴り足に体重を乗せる。軸足のつま先を返しながら蹴り足の膝を解放し、足首のスナップで蹴る。体勢を崩さずに蹴り足を素早く戻すことを忘れてはならない。上段回し蹴りを組手の中で成功させるための最大の秘訣は、相手の意識を上段以外に誘って蹴ることに尽きる。そのためにフェイントやつなぎ技を生かしたコンビネーションが重要なポイントになる。前蹴りフェイントからの上段回し蹴りである。相手に前蹴りが来ると判断させることがこの技術の第一のポイントである。前蹴りの要領で蹴り足の膝をまっすぐ上げる。そしてすかさず軸足を返すと同時に腰を回転させ回し蹴りにチェンジする。ポイントは軸足と腰の回転である。スピーディーかつシャープに蹴ることで相手の意表をついた攻撃が可能になる。フェイントから上段につなぐ蹴りで相手の意識は一瞬上に集まる。その隙を素早くついて腰の入った蹴りをボディに蹴る。このように実戦ではコンビネーションの一環としても十分に通用するのがこのフェイントキックなのである。一見普通の回し蹴りに似ているがインパクトの位置が特徴的である。カバーリングキックのインパクトは上から浴びせるように蹴り落とすその瞬間である。基本的なフォームは膝を大きく外から振り上げ円を描くように蹴る。蹴りを真上から下方に振り落とす瞬間、軸足を思い切り返して体重を乗せる。また腰の回転を生かし蹴り足の遠心力を利用することでパワーが倍増する。接近戦、特にパンチの打ち合いの中でカバーリングキックを蹴る。接近した間合いの中で相手は蹴りの軌跡を見失いやすい。そこに勝機が生まれるのである。一般的に左回し蹴りは軌跡が短く体重を乗せて蹴ることが難しい。そのためパワーの面では右の蹴りに大きく劣るのが実際である。クロスステップキックはこのような左回し蹴りの弱点をカバーするテクニックである。スイッチによって軸足となる足のつま先で床を素早くキックし、その反動によってパワーを増幅させて蹴る。無駄なモーションをせず最小限のステップで蹴ることが求められる。
ロングの間合いから右足で大きくインステップし、その反動で蹴る。ミドルの間合いから蹴る場合、その場で素早くスイッチして蹴る。接近した間合いから蹴る場合は、左足を大きく後ろに引き戻して蹴る。相手がラッシュしてくるところをパンチで止め、すかさずスイッチして蹴る。スイッチによって相手を幻惑することができるため、蹴りがヒットする確率は意外に高い。前蹴りは空手の蹴り技の中で最も基本的な技術であると同時に、極めて奥深い高度な技術であると言える。膝を高く抱え込んでためを作り、膝を解放する瞬間に全身のスプリングを爆発させる。中足をしっかり返し、床に平行に矢のように蹴ることが理想である。左右の連打で蹴る。この場合、左前蹴りで相手の突進を止め、続く右前蹴りで相手を突き放す。相手が下がった時に追い打ちをかけるための攻撃として、この前蹴りの連打は極めて効果的である。相手の左前蹴りを下段回し蹴りで止めて、さらに蹴る。回し蹴りが多い組手の中で直線的に伸びる前蹴りは、相手の意表を突きやすく、意外なダメージを与えることが可能になる。ストッピングの目的は相手の攻撃を一瞬止め、素早く自分の攻撃につなげることにある。対前にある左足の蹴りで相手の動きの目を摘む。これがストッピングである。蹴りのフォームは一般的な前蹴りと異なる。相手の突進を止めて体勢を崩せばよいのだから、膝を抱えてためを作る必要はない。場合によっては中足ではなく足の裏全体で蹴ってもよい。蹴り足の膝に余裕を残し、相手の突進に押されないようにすることが重要である。ストッピングで相手の動きを一瞬止める。そして素早く自分の間合いに飛び込んでパンチをラッシュする。タイミングを正確に読むことが成功の鍵である。ロングの間合いから一瞬で間合いを詰めて蹴る。軸足のスプリングを最大限生かし、つま先で床を蹴ってジャンプする。ジャンプ時の全身力を利用し、膝のスプリングを利用して蹴り上げる。左右連打で蹴る場合、リズミカルに蹴り足を伸ばすことが大切である。実戦においては接近戦から連打で蹴ることで相手を突き放すことが可能になる。蹴るときは躊躇せず思い切りよく蹴ることが成功の秘訣である。接近間合いから相手のパンチを受けて蹴る。左右交互に繰り出すことで、一瞬相手は防御一方の状態に陥りやすい。相手を精神的に追い詰めるためにも効果的なテクニックである。中段回し蹴りは脇腹、あばら、レバーなどのボディを蹴る技術である。別名ミドルキックとも呼ぶこの技は、上段回し蹴りに比較して蹴るポイントが低い分だけ十分に体重を乗せることができる。その意味で極めて強力な蹴りといえる。基本稽古の中では中段回し蹴りは中足で蹴ることになっている。しかし実戦では背足で蹴る方法が一般的である。特に左の中段回し蹴りの場合、スイッチして蹴るのが基本となる。腰の回転とターンを利かし、抱え込んだ膝で蹴りをリードする。ポイントは正確にレバーを狙うこと。モーションをつけず構えた位置から速やかに蹴る。蹴る瞬間、軸足のつま先を大きく返すことを忘れてはならない。ワンツーからスイッチして蹴る。打ち合いになりやすい接近間合いで大きな効果を発揮するのが、このスイッチしてからの左ミドルキックである。
右中段回し蹴りは左の蹴りに比べて蹴りの軌跡が長く体重移動がしやすいためよりパワフルな蹴りとなる。腰の回転を最大限利用し膝のスナップで素早く蹴る。腰の回転で蹴り足をリードし蹴る直前まで抱え込んだ膝にパワーを貯める。膝を解放すると同時に軸足を返し膝に蓄えた力を爆発させるのである。中段回し蹴りは多様な間合いの中で効果的に蹴ることができる点が特徴である。ロングの間合いでは腰を入れて軸足を大きく返して蹴る。ショートの間合いではスピーディーにすねをぶつけるように蹴る。軸足を中心に駒のように腰の回転を生かすことで大きな破壊力が生まれるのである。相手の左足大腿の外側を狙う下段回し蹴りである。基本的な使い方としては一発で倒すというよりも数多く蹴ることによりダメージを蓄積させて倒す。そのためにも正確に目標を捉えて蹴ることが最も大切である。構えた姿勢から反動を使わず腰のターンで蹴り足を引きつける。軸足を返しながら腰の回転で膝を抱え込みパワーを蓄積させる。相手の大腿に対して垂直に当たるように上から浴びせるように蹴り落とすことがポイントである。重心がかかった後ろ足を蹴る下段回し蹴りである。これは下段回し蹴りの中で最もディフェンスが難しくまた最もダメージを与えやすいテクニックと言っていいだろう。蹴りを出す瞬間左足に体重移動する。また間合いによっては右足を小さくインステップしてもいい。腰の右回転と軸足の返しによってパワフルな蹴りを出すことができる。自分の後ろ足で相手の後ろ足の内側を蹴るという意味において超接近間合いで生きる技術だと言っていいだろう。ターゲットをいかにして正確に把握するか、これが成功の鍵となる。この蹴りのポイントは膝を外から回さず腰のターンを使い直線的に蹴る点にある。インパクトの瞬間膝のスナップを効かしてスピーディーに蹴り込む。自分の左前足で相手の左前足の内大腿を蹴るテクニックである。最短距離をシャープに蹴ることが最大のポイントである。組手の中では相手の出鼻をくじいたりフェイントとして使われることが多い。また左足は右の蹴りを出す際の軸足になるためこの蹴りによって相手の軸足としての機能を殺すことができる。立体的なコンビネーションやステップワークを生かした組手を行うとき、この下段回し蹴りは大きな武器になる。フェイントやつなぎ技として蹴る場合はスピードが最優先される。そのため足首のスナップを効かし直線的なフォームで蹴ることが望ましい。膝を外から回して蹴る一般的な下段回し蹴りと異なり、直線的に蹴る下段回し蹴りがストレートキックである。最短距離で蹴ることができる点がこの蹴りの特徴である。基本的なフォームはすね全体で蹴る。蹴り足のすねに意識を集中させ、体全体で相手にぶつかる感覚で蹴ることが秘訣である。ストレートキックのフォームはサッカーのインステップキックに似ている。膝をまっすぐ上に抱え込みインパクトの直前に解放させることで大きな破壊力が生まれる。
下段回し蹴りを蹴ると見せかけ途中でワンテンポ止める。相手のディフェンスのタイミングを外しすね受けの動作が終了したところを蹴る。下段回し蹴りを蹴ると見せかけて一旦蹴り足を下ろしすぐさま蹴り直す。相手の防御のタイミングを外し正確に蹴ることが肝要である。まず右足の蹴りでフェイントを行う。蹴りの軌跡を瞬間的に予期した相手は即座にディフェンスの動作を取る。相手に受けの動作を起こさせて素早く蹴り足をチェンジして蹴る。最初右足で相手の左外大腿を蹴るモーションをフェイントで行う。相手に左足によるすね受けをさせ即座に目標をチェンジさせて相手の右足の内大腿を蹴る。スピーディーなチェンジが成功の鍵である。下段回し蹴りを中心としたスパーリング。相手との距離、その時々の状況に応じて技を振り分ける。ただ闇雲に下段回し蹴りを蹴るのではなく間合いに応じて後ろ足や内大腿などに蹴り分けることが大切である。また自分に合ったコンビネーションを身につけておくとスムーズに技を出すことができる。接近戦において最も大きな武器となるのが膝蹴りである。構えた状態から腰を前に突き出しながら蹴り足の膝を斜め前方に上げる。インパクトの瞬間軸足を返して蹴りに体重を乗せる。またスイッチして蹴ることにより蹴りの破壊力は倍増する。接近間合いからスイッチすることによって効果的な間合いを作ることができる。その時の状況に応じて蹴りの角度を変化させてもいい。相手と密着しまっすぐな膝蹴りを蹴る間合いにない場合、相手の脇腹を膝の内側で蹴る外回し膝蹴りが有効になる。膝を大きく外側から抱え込み股関節の柔軟性を生かして膝の遠心力で蹴る。超接近間合いから外回し膝蹴りで上段を蹴る場合、相手には蹴りの軌跡が見えにくいという利点がある。自分と相手との身長差が大きければ大きいほど成功する確率は高くなる。膝蹴りの基本はまっすぐに高角度で膝を蹴り上げインパクトの瞬間に軸足を返すことにある。それは右の膝蹴りの場合も変わらない。相手の顔面ガードの隙間を縫い高角度で膝を蹴り上げる。ショートの間合いで蹴ることが理想である。なぜなら蹴りの軌跡が相手に見えない角度で伸びるからである。一般的に中段膝蹴りのターゲットポイントは水月である。しかし半身に構えた相手に対して正面から右足で蹴る場合、必然的に相手の左脇腹がターゲットになる。状況に応じて上段の顎、顔面、下半身では大腿を狙って蹴ってもいい。接近戦を制するためには膝蹴りをいかにして使いこなすかがポイントになる。飛び膝蹴りのポイントは助走をつけず構えた状態から軸足のスプリングを効かせて力強くジャンプする点にある。ジャンプ力を生かしシャープかつパワフルに蹴ることで大きなパワーを生む。
右足で後ろ蹴りを蹴る場合、まず第一に軸足となる左足を内側にポジショニングすることが基本的なポイントである。蹴り足の膝をインパクト前まで抱え込み、腰の押し出しと膝のスプリングで力強く蹴り込む。蹴る部位は原則としてかかとだが、側頭で蹴る場合もある。後ろ蹴りのターゲットポイントは水月または脇腹である。最短距離をまっすぐ蹴ることが成功の秘訣である。コンビネーションの流れの中でスムーズに後ろ蹴りを繰り出すことで立体的な攻撃が可能になる。後ろ蹴りはつなぎ技やフェイントとしても大きな効果を得ることができる。回し蹴りに似て外側から弧を描きながら飛んでくるのが後ろ回し蹴りの基本的な軌跡である。インパクトの直前まで膝を伸ばし、蹴る直前に膝を抱え込みながらかかとでフックするように蹴る。応用として膝を抱え込まずにそのまま振り回すように蹴ることもある。手の前蹴りをさばいて右下段回し蹴りから後ろ回し蹴りにつなぐコンビネーションである。先に下段を蹴ることで相手の意識を下に向けることができる。そしてその隙をついてスピーディーに後ろ回し蹴りをヒットさせるのである。後ろ回し蹴りとは異なり、膝を抱え込まず足を伸ばしたまま蹴る技術である。要領としては体を一回転しながら内回し蹴りを蹴る感覚で動けばいい。比較してみれば2つの技術の違いが明確になる。軸足の回転と腰の使い方が両者では全く異なっているのがわかるだろう。腰のターンを用いず股関節の回転力で蹴るのが基本である。腰や膝、軸足の回転を使わない分、よりスピーディーに蹴ることができる。横蹴りは前蹴りと並び空手の蹴り技の中でも古くから使われている伝統的な技術である。カウンターなどで相手のボディや顔面にヒットすれば大きなダメージを与えうる技術だ。膝を抱え込み側頭をしっかり作って蹴ることが大切である。パワフルな横蹴りを蹴るための大原則は、蹴り足の膝を高く抱え込み十分引きつけてから一直線に蹴り出す点にある。インパクトの瞬間、軸足で床を強くキックするように大きく返し、同時に腰を突き出す。相手の右回し蹴りのカウンターとして蹴る。このように相手が不用意に突進してきたとき、カウンターとして大きな効果があるのが横蹴りである。相手のパワーに押し負けないように腰をしっかり入れて蹴ることがポイントである。かかと落としは相手との間合いやその時の状況によって3通りの蹴り方がある。そのうち内回しかかと落としは最もポピュラーな蹴り方である。内回し蹴りの要領で蹴り足を回転させ、最高点から一挙に真下に蹴り落とす。攻撃部位は文字通りかかとである。内回しかかと落としには接近間合いからでも蹴ることができ、蹴りの軌跡を相手に読まれにくいという利点がある。
正確に急所を捉えれば一撃必殺もあり得る技術である。外回し蹴りの要領で蹴り足を外側から内側に振り回して持ってくる。蹴り足が体の前に来たら素早く前方に蹴り落とす。遠い間合いから飛び込みながら蹴れば意外な効果が期待できる。回し蹴りを蹴ると見せかけて素早く蹴る。相手の意識の空白を突くことが成功の鍵となる。離れた間合いからインステップして飛び込んで蹴る。モーションが大きいので相手の隙を突きスピーディーに蹴ることが求められる。前蹴上げの要領でまっすぐ蹴り足を上げる。最高点に達した蹴り足を軸足と大腿の筋力、股関節の柔軟性を生かして蹴り落とす。インパクトの瞬間、軸足のスプリングを効かせて床を強く踏み込めば大きな破壊力が生まれる。左前蹴りを相手がさばき、右下段回し蹴りで反撃する直前、相手にさばかれた足で内回し気味に蹴る。一瞬の相手の動きをいかに予想するか、それがこのテクニックを成功させる最大のポイントとなる。ロングの間合いから一気に飛び込んで外側から蹴り落とす。思い切りの良さが勝敗の鍵となる。極真空手を代表する各国の強豪が一堂に会した世界選手権。かつて本家日本がリードした空手界は、今や世界の選手たちによって数々の技術革新が行われている。ヨーロッパ、南米、アフリカ、ロシア、極真空手は常に最強の格闘技として世界を席巻し続けているのである。刻一刻と進化する極真空手。しかしその基本にあるのは理にかなった基本技術であり、地にのっとった組手技術である。彼ら選手たちの礎となっているのが地道な努力の繰り返しであることを決して忘れてはならないのである。